はい、どうも。ということで、本日も熱盛やっていきたいと思います。さあ、やっていきたいわけなんですけど、視界がめちゃくちゃ悪いな、ここ。いい意味で悪いですね。ぼやけてるわ。遠くの方全然見えないもんね。なるほどね。こういった島なかなか貴重ですからね。あまり見られないよ。そして、季節はハロウィンということで、10月31日ぐらいに設定してんのかな。なので結構昔なんですよね。約4ヶ月前ぐらいか。今が年明けて2月の中旬ぐらいだからさ。そう思うとなかなか歴史感じるな。去年の10月か。いや、マジであの頃何してたんだっけ。あつ森しかしてねえわ。よし、ってことで早速見ていきましょうか。で、まずはこちらの方から見ていきましょうかね。うおー。なんやこれ。あたり一面真っ白やな。ね。すごくない？そして、舞い散るもみじがめちゃくちゃおしゃれ。お！お金のなる木がありますね。さあ、とことこ歩いていくと、左手にもお金のなる木。で、砲台があるね。では、ちょっとカメラ起動しようか。で、右の方に行くと多分吊り橋なのかな、これは。おお、いいね。で、どうやら、おお、なるほど。水辺がありますね。崖の下は水辺か。すごいな。あたり一面マジで真っ白じゃねえか。よし、ってことで、こちらの方行こうかな。おお、なんだこれ、すげえぞ。おお、やばい。なんじゃこれ。おしゃれすぎないか。おしゃれ番長やで。なんかおしゃれ番長っていう曲昔なかった。すーごいこれ。よし、奥の方まで行ってみるか。いや、マジでぼやけてるな。あ、これ主人公。おお、見えなくなったね。よいしょ。さあ、視点切り替えと。で、左右にはリンゴ畑が広がっている。そして、おや、これはお化けか。ちょ、拡大してみようぜ。おお、やっぱりお化けか。なるほどね。森の中に出現するお化けってことでしょうか。なかなか雰囲気がある森ですね。多分森をイメージして作られたんじゃないでしょうか。では先行きましょうかね。いや、すげえな、この島。うまく地形とか、あとは気候ね。うん。活かしてますよ。気候活かす島ってなかなか珍しいからね。地形を活かしてる島多くても。で、何やら、開けたところに到着しました。では、先進みましょうかね。おや、なんか落ちてるの？なんだこれ。100ベル。いや、100ベルはいいんだよ。これ中身気になるな。プレゼント。これ開けて大丈夫やんな。なんだ？あ、吹き戻しか。かわいいね。かわいすぎやろ。なんか三連射も置いてあるからな。キッズコーナーみたいな感じか？で、これは、おお、花火。花火しようぜ！季節外れの花火か。またこれもこれで風流じゃないでしょうか。おお、なかなか映えスポット多いな。では、左の方行きましょう。お！なんだここは。ケーキコーナー。カフェかな。ちょ、ケーキ食べてこうぜ。しゃあ、せっかくやからここに座って、紅茶でも飲んでいくか。ところで皆さん、コーヒー派ですか？紅茶派ですか？僕はね、紅茶派かな。コーヒーはね、あんまり好きじゃないんだよな。まあ、嫌いではないんだけどさ。コーヒーもしょっちゅう飲むんだけど、どちらかというと、俺はね、うん。まあ、紅茶派かな。特にレモンティーが好きでさ。レモンティーばっかり飲んでますね。で、なんか左の方に行くと、おお、なんかハロウィンエリアみたいなのが出来上がってんじゃねえか。せっかくやから、ちょ、左の方行こうぜ。さあ、走っていく。で、こちらかな。おお、すげえ。映えスポットやないか。おお、これはね、ハロウィンの前に見たかったな。で、またまたプレゼントあるわ。今日せっかくやからこれもね、回復していこうか。よっこらせと。なんかハロウィンっぽいな、ほんとに。黄色の風船。なんかさっきから可愛らしいアイテムがめっちゃ多いよな。で、道並みに進んでいきましょう。で、こちらは何があるのかな。お！マイデザインの看板やわ。ほうほうほう、なるほどね。っていうことは、奥の方にまた何かあるんでしょうか。お！ここにもなんかありますね。はいはいはい。よし、せっかくやから寝ていこうか。なんかここら辺さ、飛び森の雰囲気似てるよね。なんか似てませんか？飛び森の雰囲気ね。
似てますよね。さあ、そういったところで、ちょっと僕後にしましょうか。焚き火もいい雰囲気出しとるの。そして視界が悪い。で、ここは住民の家か。うん、なるほどね。で、ここからどうしたらいいんだろうか。お、奥の方に戻りましょうかね。これ戻れるよね。大丈夫だよね。さあ、進んでいきたいと思ったけど、さっきのところにまた来てしまった。ちょ、どうしようか、これ。ちょ、上登りましょうか。よっこらせと。で、上登ったわけだけど、どうしよっかな。おー、うわ、怖っ！何これ？何茹でてんの？ちょっと待ってや。なんかこれ茹でてるでしょ。怖いな。ちょっと。中身が気になるところですけども。さあ、そういったところで家の中入っていきましょうか。いや、マジでさ、この島、クオリティ高いな。まあ、この島っていうか、最近の島、どれもクオリティ高いよね。びっくり仰天よ。お！家の中もすごいことなっとるな。うわぁ！こんな感じですよ。すげえな。まさにジャングルよ。まさにジャングルじゃないですか？おー、いいね。こういう部屋結構、俺好きなんだけど、わかるこの気持ち。ジャングルみたいな感じやな。けど、緑って目に優しいって言うじゃないですか。まあ、実際に優しいと思うんだけど、見てるとなんか癒されますね。はい。ってことで、左の部屋にやってきた。で、こちらの部屋はですね、季節外れのクリスマスツリーが飾ってある。で、大と小が両方とも飾ってありますね。で、あとはブッシュドノエルか。あちらは。ブッシュドノエルいいね。あれ美味しいよね、めちゃくちゃ。で、待てよ。ジングルの写真も飾ってあると。なるほどね。ここはクリスマスコーナーか。すごいな。こういったエリアも作ってるってことですね。なんか見事に、なんか再現されてますよね。いや、いいね。なんか小屋の中って感じがするよな。雰囲気的には。さあ、そういったところで戻っていきましょう。いや、素晴らしい景色を見させていただきました。では、次は、どうしようかな。右の部屋行こうか。よいしょ。あ、行ける？これ。行ける？オッケー。さあ、右の部屋は何があるんでしょうか。楽しみやの。お！おー！何これ？魔女の部屋？うわぁ。霧が立ち込めてる。魔女の部屋っぽいな。パッと見。なんか占いやってそうじゃないこれ。お！パンプキング出たー。部屋が暗いので神々しいね。ポスターが光ってるよ。パンプキングやってきたな。懐かしいな、パンプキング。ハロウィンももう随分昔のイベントになってしまいましたからね。そう思うと懐かしいよな、ハロウィン。うん。楽しかったわ、あのイベント、今思うと。今年は果たしてあるのかわからないけどさ、2021年あるんかな。まあ、逆にないっていう可能性の方が少ないのか。うん。はい、ってことで奥の部屋にやってきた。で、こちらはですね、まあ、テーマ家具の部屋かな。海賊ジョニー家具ですね。すごいね、これ。揃えるの大変じゃないか。家具が揃ってるっていうのもすごいんだけどさ、この金色よ。この金ピカ具合よ。ね、床も金ピカやし、家具も金ピカやし、どうなってんのみたいな。お金持ちって感じがするな。船ってさ、俺全然乗ったことないんだよね、実は。ただこうやってね、アツムの世界で船をね、体験することもね、疑似的にできちゃうからさ、そういったところすごくいいですよね。はい。ってことでお金がね、落ちてると。ただね、他の人の島なのでお金はもらうことができません。残念ですね。はい。そんなところで戻っていきましょう。さて、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 戻っていきたいところなんだけど、次はどうしよっかな。2階か地下か。では、まず地下行きましょうか。マジでさ、島もすごいんだけど、部屋の中もかなり作り込まれてるよね。お！海賊ジョニー！金銀財宝いっぱいやで。おー。かなりうまく再現されてるよね、船内を。家具の配置が絶妙すぎるぜ。けど海賊ジョニー家具ってなかなか集めるの大変だからさ、これ作るの割と大変だったんじゃないの。海賊ジョニー普通にめんどくせえからな。いやーけどね、配置がほんとうまいね。普通の家具と海賊ジョニー家具をね、うまい感じで組み合わせてるっていう。そして美術品か。美術品もね、
いい雰囲気出してるよな。うん。っていうことで地下を後にしましょうか。部屋の作り込みがすごすぎる。マジですごいな、ガチ勢よ。よし、ってことで続いて2階行きたいと思います。さてさて、2階にやってきたぞ。こちらは温かみのある部屋ですね。ふふ。なんだこの部屋は。かぼちゃがところどころにあるぜ。かぼちゃがところどころにあるからね。そしてこれシンプルなパネルなんだけど、こちらにもかぼちゃがございますと。で、壁一面にもかぼちゃがね、飾り付けられてるわけなんですよね。まあ、こちらの島、ハロウィンをモチーフにしているので、まあ、おかしくないっちゃおかしくないよね。むしろ妥当か。で、写真が壁にも飾られていると。いいね。てか、写真めっちゃあるな。写真めっちゃあるね。え、これだけ集めるの、だいぶ大変だったんじゃないの？なかなかの種類あるよな。おー、いいね。さあ、そういったところで、こちらの部屋後にしましょうか。この島ってさ、どれぐらい時間かかったんだろうね、島作りまで。ちょっとそこ気になるよね。どれぐらい時間かかったのかっていうところ。さあ、そういったところで、こちらの家を後にしましょう。おお、相変わらず霧がかかってんな。で、右の方に多分これ抜けられんじゃないの。あれ、ちょっと待てよ。おお、引っかかった。危ねえ、危ねえ。で、右の方に行きましょう。よいしょ。てか、めちゃくちゃ視界悪いね。で、ここは、お墓がありますね。なるほどね。お墓がありますと。で、ここを進んでいくと住民の家がある。で、2軒並んでますね。で、またまたお墓があると、ちょっと待ってや。家の隣にお墓があるってめちゃくちゃ怖くないか。普通に怖いよね。お寺じゃなくて、普通民家でしょ、これ。なんじゃこれ。住民もびっくりやで。やべえ。隣にお墓があるみたいな。で、こっち行くと何がある？あ、博物館がこれは。で、またまたお墓あるね。うお、視界が悪いな。近づかないとわかんないね、何があるか。で、ここは博物館になっておりまして。で、左右から侵入することができる。で、ここは、お、キャンプ場かな？キャンプ場扱いか？で、ここで行き止まりということで、さあ戻っていきましょうか。さっきからお金のなる木がめっちゃあるね。うん。若干気になるな。お金だお金だみたいな。さあ、戻りましょうか。だけどこれ戻るのも一苦労だよね。視界が悪いから、マジで、どこ歩いてるのかわかんなくなるみたいな。で、こちら進むと、ああ、案内所ではないのか。すごい作り込まれてるね。地形把握するだけでも結構大変なんだけど。お、ぴょん太郎！おめえ、こんなところにいたのか。ちょっと待てよ。しばらく見ないなって思ったら、こんなところにいたんすね。ぴょん太郎。かわいすぎる。で、奥の方に行くと、プレゼントたちがいっぱいあるね。なにこれ、子供部屋みたいな感じか？ああ、なんか家具の配置が独特すぎないか。なかなか独特やな。はい。まあ、こんな感じ。で、ホワイトボードが右手にあるね。学校ってわけではないよな。うん。で、プレゼントの山がここに置かれてると。プレゼントの山、こう見るとさ、なかなか倍株じゃない？割と汎用性高そうっすよね。で、こちら、うおー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 ほう。すげえ。待ってこれ。すげえな。そして、ところどころにプレゼントあんの？なんなんこれ？プレゼントもらっとくわ、後で。すげえとこやってきたぜ、ほんとに。なんじゃこれ。視界が悪いのがまたいいよね。ぼやけてるっていうのが。絶妙すぎやろ。で、プレゼントの中開けていきましょう。あ、トレッキングシューズか。なるほどね。靴も、まあ、配置してくれてるってことか。で、またまたこちらは住民の家になってますね。はい。で、右の方はさっき言った場所か。っていうことは、さっきの場所まで戻ってきたって感じかな？うん。で、こちらはまたまたハロウィン家具と。今、島の右側にいますね。さあ、どこどこ歩いていきましょう。いやー、本当に、すげえ島だな。獣道の組み合わせがすごくいいよね。これから獣道をうまく活用したいと思っている方、かなり参考になるんじゃないでしょうか。で、この飛び石のね、マイデザインもいいよな。いい雰囲気出してるぜ。で、次は和風の橋を渡っていく。
で、ここで戻ってきたってことか。なるほどね。左上と左下は行ったから、次、右上行くか。けどさ、こっち行ったら戻ってくるんじゃないの？ああ、戻っちゃったわ。さっきのところか。なるほどね。ここに通じてるってことか。ってことはさ、結構、島、もう見ちゃってるってことかな？うん。さっきのところに戻ってきてしまうってことは。逆に、右下まだ見てないから、右下の方行きましょうか。そうだね。まだ右下は行っていない。で、こちらは、黄色のカボチャコーナーか。黄色のカボチャがめっちゃ置かれてるな。カボチャの数すごすぎやろ。ちょっと待ってや。カボチャの数すげえな。なんじゃこれ。そして、地味に綺麗っていうね。ライトアップされてるから。おー、てか視界悪すぎて、どこ歩いてんのかわかんなくなってくんな。マップ見ながらじゃないとわかんないよ、これ。視界って大事ってことを実感しやすね。お、ここ吊り橋になってんの。なるほどね。吊り橋を渡っていくと、今度は、おー、なんだなんだここ。右の砂浜に、すげえコーナーがあるぞ。で、とことこ歩いていきましょう。おー、なんだこれ。おー、なるほどね。こういった家具が置かれてるみたいです。ジャンルはバラバラだけど。ただね、視界が悪すぎて何が置かれてるかわからなかったね。うん。では戻りましょう。よいしょ、よいしょと。で、お次は、右下かな？今右上行ったからさ。さあ、気を取り直して、右下見ていきたい。で、せっかくだから、ちょっと砂浜歩いていきたいな。砂浜歩いていきたいんだけど、砂浜これ出ることができないか。あー、できませんね。しゃあない。ちょ、戻ろうか。で、戻って、これ下行ける？あ、行けるわ。なんか、迷路みたいになってない？これ。え、まさかさ、これ迷路扱いになってる？これ。迷路扱いではないよな。地味に迷路になってて、ちょっと笑ったんだけど。で、抜けた先には案内所がございまして。で、案内所の右側に今おりますね。はい。で、ここも海岸になってるってことやな。まあ、家具の配置自体はさっきとそこまで変わりはない。では、ここをとことこ歩いていきましょう。で、左手に行くと、おー、なるほどね。見えてきましたね。キャンプサイト。で、キャンプサイトにまたまた誰か来ていると。果たして誰が来ているのか。では、浜辺を歩いていきましょう。おー、何これ？まだ金銀財宝か。おー、すごいな。金銀財宝多すぎないか。またこういったコーナーか。なんかこういったコーナー多いよね、ここの島。うん。よし、ってことで、とことことこと歩いていきたいわけなんだけど、この先行くと、果たしてどうなる？これ。果たしてどうなるのか？ちょっとね、家がもう一軒あるから、そちらの方を見ていきたいんですよね。で、ここ降りると、おー、なるほど。てか、視界めっちゃ悪いな。すごいね。マジでさ、自分がどこにいるかわからねえよな。お、これはこれはこれは、またまた映え家具やな。年末年始家具がここに配置されてますよ。食卓ですね。あ、こっちの方もまだ行ってないな。おー。すげえな。マジで考えて作り込まれてるっていうのを実感しますよね。で、左に行くと、おー、畑がありますね。畑やな、畑。で、左は桟橋か。なるほど。さあ、とことこ歩いていきましょう。視界がマジで悪い。しっかりとマップ見ながら歩かないと、マジで変なとこ行っちゃうからね。で、ここにまた戻ってきたってことか。じゃあさ、家に行きたいんだけど、どうやって行ったらいいんだろう、これ。はしごってありましたっけ？あ、はしごないんだ。クソ、吹き戻しとかしかないわ。これさ、はしごがないと登れないとか、そういったノリかな。ちょっとわからないけど。なんかその可能性若干ありそうっすよね。ちょ、これさ、ワンチャンはしごの可能性ないか？あー、違ったね。金のじょうろか。マジか。そしてこちらは池になっております。これさ、どうやって登るんだろう。ここから登ることはできませんと。これもしかして登れない仕様になってんのかな？それとも右から迂回しないといけないのか。右側から迂回していかないといけないのかな？ちょっとわかりませんけど。どうにかしていきたいけど、無理やな。ちょ、どうしようこれ。あ、こっちからもしかしていけんのかな？あー、これこっちからいけそうやな。また小道になってます。うわ、すげえ。これマイデザインで再現してんだ。丸太やな。さあ、
やってきました。ラストの家ですね。ではこちらの家見ていきましょう。すごいね、なんか魔女とかがいっぱいいそうなね、森って感じがするよね。お、やってきました。雪だるま雪だるまがいる。で、部屋の全体像はこんな感じになっております。まあ全体的に黒ですね、これは。で、左右には部屋があるわ。左のみ部屋がありますね。で、裏側はこんな感じ。はい。で、雪だるまくんがお出迎えをしてくれてるってことですね。かわいいね、雪だるま。雪だるま溶けないんかな。まあ季節的には今ね、冬ですから、まあ大丈夫っちゃ大丈夫か。さあ、左の部屋にやってきました。で、こちらなんだけど、おー、なるほどね。一瞬バスルームかなと思ったんだけど、バスルームではなかった。これは、なんかのお店か？なんかお店の雰囲気がするけど、わからねえな。どこだろう、これ。ちょっとわかりませんよね。これってどこだと思いますか？まあ、カフェってわけではないからな。では、戻りましょう。さあ、そういったところで、次は奥の部屋に行きましょうかね。さあ、どこどこと歩いていく。よいしょと。しゃあ、奥の部屋はどうなっているのか。プライベートルームな気がするな。違うかな。お、こっちは、あ、お店になってるわ。なるほどね。サロンみたいな感じかな。なんかサロンっぽいですよね。うん。雰囲気的には、ちょっとわからないけどさ。多分、サロンじゃないかなと思ってるけど、違ったらごめんなさい。申し訳ないです。さあ、そういったところで戻っていきましょう。いや、本当にね、すごく作り込まれた島ですよね、ここも。細かいところまでこだわっていると。はい。で、地下と2階は存在しないので、借りましょう。さあ、そういったところで、これで島を一通り見終わることができましたので、今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録を済んでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。